皆さん、こんにちは、マーティン、ダイオルクーボーイ、キングテケです。今日の東京都ももちろんそうですが、えー、沖縄のあの、米軍基地で、オミクロン株の感染とクラスターの可能性というか、クラスターが発生してしまいました。非常に大ーザとしか言えません。もう、言葉まできません。感染していると本当に何様のつもりですかもっと徹底的に調べいうよ。何度も何度も緊急事態宣言以前から言ってます。今、まさにオーバーシュートの局面を大幅に超えております。 クラスタードコーが感染経路不明者が多すぎるか、このとこ市中感染がオビコン株疑われているのではないかと私は思います。市中感染の可能性が高いと言っていいでしょう。はい。今日の東京とサッカーの応援の人の可能性が高いと言っていいでしょう。はい。昨はすでに壊滅状態でございます。はい。今日はそこで危機感を覚え、新型コアイルス緊急支援プロジェクトと,として、ユーミンさんこと松戸屋ユミさんで優しさに包まれたなら聞いてください。 小さい、小さい頃は神様がいて不思議に夢を叶えてくれた優しい気持ちで目覚めた朝は 大人になっても奇跡は起こるよカーテンを開いて静かな木漏れ日の優しさに包まれたならきっと 目に映るすべてのことはメッセージ。小さい頃へ神様がいて、毎日愛を届けてくれた。 心の奥にしまい忘れた大切な箱開く時は今雨上がりの庭で口なしの香りの 優しさに包まれたならきっと目に映るすべてのことはメッセージカーテンを開いて静かな木漏れ日の 優しさに包まれたなら、きっと、目に映る、すべてのことは、メッセージ。ですから、何でも言います。外出をしていでください。今日はまたぐ移動もやて,てください。街頭インタビューもやてください。エッセンションワーク会議はもう昨日の東京時は来ないでください。えー 今年は年末年始と、クリスマスもそうですが、帰省もおやめください今年も2年の時、で、Stay Home! バイバイ